なんか、木原事件の件で、露木警察署長官を告発された方に、なんか取材されたってこと。そうそうそう、話の方に出てましたね。ええ、警察庁だから、はい、警察組織のトップですよね。そうですよね。その人も、逆に、ね、本来であれば 警察は取り締まる、犯罪取り締まる方ですよね、組織でしょ、ね、そのトップが、ね、逆に、ね、告発されたわけだから、まあ、衝撃って言ったら衝撃的ですか。そうですね、ね、もちろん私がずっとやってる木原事件、ね、この件でなんですけど、ね、そこまでやったのみたいな、そんなできるのみたいなこと言えば、そういう声があったんですけどね。だけど別にこれ一応日本は形上にしろ民主主義国家だから、誰であろうが訴えることは自由にできるわけですよ。告発っていう形で取ればね。川上さんはもともと四国タイムズっていう名前だったんですよ、日本タイムズの前は。で、香川県の高松にその本社のように本社を置いてやってたんですよ。それで、それで、香川は、これも危ないったら危ない発言なんだけど、香川銀行だっけな、香川銀行って言われるよね、香川銀行 の不正をなんか追及してたら、追及したんですって、その新聞で。そしたら、香川銀行をほら、まあ、基本的に香川県警が守ってるじゃないですか、守ってるっていうか、一応ね、地元の大きな組織だから、だから邪魔なわけですよ、まあ、簡単に言うと、川上さんが、そんなね、だからそれが嘘、全くのデタラメであれば、ほら、別に名誉毀損で、名誉毀損も逮捕されますからね、それでやりゃいいんだけど、多分、憶測ですけど、私、そういうわけにもいかないという内容だったから、それで、地元のヤクザ、山口組、ヤクザに頼んだわけですよ。銀行はですか？いや、警察が。警察が悪いことじゃないけど。警察が。いや、それでその、ね、僕はね、前からその話は聞いてはいたんですけどね、川上さんとは交流があったんで、これでまあ結局、何回も襲撃されて、で最後は拳銃で自宅前で撃たれるわけですよ、散髪特化流で、足跡を打ってね、怪我っていうかしたんですけど、まあ、そういうちょっとね、一見聞くと映画の世界のような話にもなっちゃうんですけど、ところが、まあ、それでその実行犯は山口のね、数日前に顔になってるんだけど、まあ、それは要するによくあるじゃないですか、組織に影響を及ばないように。それで、まあ、15年でも捕まって15年行ったわけですけど、他の襲撃事件で未解決のがいくつもあるわけですよ。川上さんによると3つなんですけどね。川上さんが襲われた、そうそう、もう何回もやられてるんで、いうことと、まあ、それほったらかしなんですか。そう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 、いや、それどころか僕は今回初めて聞いたんですけど、そのさっきの拳銃銃撃事件あるじゃないですか、いやだから普通ほらいくら癒着してるって言ったって、それ映画の世界だって、ほらうまくやってくれよと、あの呼吸でほらヤクザがやるわけじゃないですか、仮にそうだとしても。いや、笑い事じゃないけど笑っちゃうんだけど、その撃った特化流は警察が渡したっていうんだよ、ヤクザに。これでやってこいって言って、なんじゃそれやって、だから僕その目で見ようか、それだったらまた共犯じゃないですかっていう話で、そうですよ、警察が人殺しやってんじゃんと、恐ろしい話ですね、また、まあ、ちょっと信じがたいったら信じがたいけど、ただ、15年その山口君の人間が言って、やられたことはこれは別に当時の読売新聞とか大手にも載ってますからね、2006年だっけ、初回決定の一応みたいなと思うと、31年、平成4年1月から31年余りをやっておるわけですが、この中で見えてくることがあるわけで、体験的に。確か香川県警の地元の山口組の癒着はないでしたっけ。
わかんないですけどね。それを報道したら襲われたんでしたっけ。法人行ってますから平成9年のジェットラッコ、これは香川県警の警察官が提供して若林君がそれで持って私を提供っていうのは情報をっていうことですか、はい、情報をっていうことですか、あの家とかそういう顔写真とかそういうのを渡したと思われるっていうことですか。通用するね、子供たちのためにね、そのせがにね、そのために協力してきて
Thank you.